ごい自由に動いてはるから、それが面白いと思う、うん、こんにちは、株式会社こだまガラス小玉です。当社ではご注文いただいたガラスを直接お引き取りいただくこともできるのですが、当社への道順や到着後どのようにすればよいかわからないところもあると思いますので、ガラスを引き取りの場合どこに行けばよいのか簡単にご説明いたします。当社の住所は大阪府八尾市南亀井町 4-1-2 となります。通常カーナビに入れると中央環状線から国道25号線を奈良方面に進んでから来ることになると思うのですが、カーナビではだいたいこの辺りで案内が終わりますので、ここからの行き方をご案内いたします。まず中央環状線から25号線を奈良方面に進み、3つ目の信号の小学校とスーパーサンプラザの角を右に曲がります。よく見ると案内図を窓に貼り付けているのですが、ここから突き当たりを右に曲がってしばらく進み、次の曲がり角を左に曲がります。川を渡って突き当たりを左に曲がるとピンク色のテントが見えてくると思いますが、そこが当社のお引き取りの場所となります。お引き取りのお客様は車でそのまま敷地内に入ってきていただいて大丈夫です。この辺りに車を止めてピンク色のテントの中で声をかけていただければ、当社社員がご案内いたします。以上、お引き取りのお客様へでした。ではまた来週。